少年レッドはうちに任せとき。前回からパニックモード、最初から消せないお邪魔宝石嫌いが落ちてくるというモードで挑戦しています。さあ3回目の挑戦になります。今回こそノーコンティニューでクリアできるでしょうか。まずは1戦目、霧島環奈戦からスタート。はい、というわけでね、霧島環奈の初戦、パニックモードオンでのノーコンティニュー挑戦始めました。3回目、まあ大きな戦術は変えないでやってますね。こうやってタワーを積んで連鎖をする。で、連鎖をするだけで相手のフィールドに嫌いが落ちてくることがちょっと分かったので、どんどん、嫌がらせをしていきたいと思います。1連鎖、2連鎖、3連鎖、3連鎖をするだけでまずカンナのところに落ちてくるでしょう。攻撃の回数が増やせるっていう点では風作戦は結構有効だな、そう考えると。よし、これで赤が落ちてくるから、次、あ、その前に4連鎖5連鎖、お、これは大きいんじゃない。ゲージのためにちょっと無駄になっちゃったね。もう今ゲージが溜まるところだったから、あんまり連鎖が大きく起きる意味はなかったんだけど、でこの後よし、赤が落ちてきたから、これで着火をして1連鎖、2連鎖、3連鎖、4連鎖、ストップかな。これでまた貯めておいて1連鎖かな、これは。何も起きないね。あんまり貯めすぎちゃうと、あれなんだよね。お、消えちゃった。嫌いに埋もれてしまって、いつの間にかせっかく作ったタワーが、使わず、無駄になってしまうってことはあるので、どんどん連鎖ばっかり狙えばいいってわけじゃないところがこのパニックモードオンの特徴ではあるんですよね。よし、こうやって短い時間で決着つけられるのがいいね。コーランでも長期戦にならなくて済むわな。はい、セカンドじゃなかったね、サードチャレンジのセカンドステージ、織姫戦ですね。今日実況が調子悪いな。まあやっぱりパニックモードだから本当に猶予がないっていう感じ、精神的にはあるんですよね。結構ね、あ、この青もうちょっと一回処理しちゃうか。で、黄色を根付かせておいて、で紫の導火線作るか、黄色も導火線作って、赤と紫から一気に消すか。2連鎖3連鎖ため、お、ちょっと嫌なところにもう嫌いが落ちてきたね。緑を置いて着火しようって思った場所に来ちゃったからね。黄色を置いておくよ、青を置いておくよ。この緑消しておくか。で、嫌いの位置をなるべく下げて、斜め消しがやっぱりコツだな。なんか宝石をカバーされるように嫌いが落ちてしまうと、そのままあれなんだよね、消せなくなってしまうから。実際例えば魔法石とかっていうのはね、一番上にある色のやつをそのまま続くのが特徴だから、カバーされちゃうっていうのは結構な痛手なんだよね。セーフティーに防御いくか。2段か、2段だとそうだよな、あんまりあれなんだよな。まあとりあえず急ごう。でこうやって3、2、1、とりあえずこれで魔法石じゃなかった、時宝石は消えていって、連鎖も起きたのはラッキーだね。ここでレベニ攻撃をしちゃえば決着つくでしょ。よし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 、ちょっとパニックモードの勝手は分かってきたな。はい、順調に3戦目に来ました。2回目のトライでは、このレニに負けちゃったので、ここがまず一つ山かなと思ってます。緑消しちゃおうか。で、ここからね、まず導火線をコンスタントに作っておけるかどうかだよな。いや今ちょっと何回か単発消ししちゃってんのダメだな。
ああ今もう攻撃してもよかったな。レベル1攻撃も全然ありだもんね、このパニックモードではね。2連鎖するだけでレニのフィールド、ああ落ちねえのかな。落ちたね。連鎖をしたっていう事実だけで相手のフィールドにあれが落ちてくるので、嫌いが、消えない石嫌いがね落ちてくるので、よし、これちょっと着火しちゃうか。一回着火、紫をもう一回つけてしまうか。もっとでもタワーを積んでおかないと連鎖もへったくれもねえな。でその後赤でまず1連鎖、2連鎖、3連鎖いった。ちょっとセーフティーいくか。青をもう一回消しとくか。一回整えます。実は攻撃をそんなに躍起になってやらなくていいもんね。連鎖をするだけで相手のところに落ちるわけだから、あんまりこだわってやんなくていいもんね。攻撃じゃなくてほっとけば勝手にいつの間にかフィールドが散らかってるみたいなことはあり得る話なので、ここで紫と緑同時消しぐらいじゃちょっとダメかな。まあ一旦攻撃して、おレニがあれだね、これでレベ4攻撃をしてくるから、それをどう乗り越えるかだな。ちょっとここ最初の山場だね。1、はい、いやー防御よし、よかったよかった。ちょっと我慢するだけでいつの間にか自動的に攻撃できてるって感じはあるね。よし、さっき負けたレニに勝ちました。4戦目いこう。科学の力を見せたる。パニックモードでは風作戦が一番強いっていう説はあるかもね。山とか火とかでじわじわ溜めてヘビー級をやるとかっていう猶予がないもんね。それよりだったらこうやって風作戦でレベル1でどんどん落として、でもあれだな、やっぱり連鎖とかをして嫌いを落とさなきゃいけないっていう感じもあるからな。まあ通常のモードと同じで変わんないことっていうのは、安易に攻撃をして時宝石を降らせてしまうと、かえって相手に連鎖の種を与えてしまう可能性がある。うわあ、そこに落ちたか。嫌なとこに落ちてきたね、嫌いが。そういう可能性があるので、そこは注意なんだよね。お、アイリス攻撃してきたね。レベル2攻撃なら、まあちょっと我慢すれば耐えられると思うけどね。はい、これで1連鎖、2連鎖、3連鎖、4連鎖、どうしようかな。ちょっと試しに魔法石いってみるか。ここで本当は紫とかの方が底辺のね一段を結構刺激できたかなと思うんだけど、紫を落とせる場所が見つからなかったので、一旦我慢ですね。あー、アイリスやっぱ攻撃打数が多いな。アイリスそれが特徴なんだよね。攻撃の回数が多いんだよね。でしかもそれなりに段数が降るから結構油断ならないんだよね。今みたいな状況、本来だったら魔法石で場所をリセットするっていうのがセオリーかなと思うんだけど、ちょっとこのパニックモードでは攻め攻めで行った方がいいよね。よし、いいね。あんまり遠慮してディフェンシブに行かなくても結構主導権握れるね。はい、じゃああれですね、マリア戦ですね。あ、ここの緑ちょっと邪魔になっちゃうな。ちょっと青をつかんで、あそこの緑、まあ、いや埋めちゃおう、しょうがない。緑がちょっと落ちてくるのが序盤が少なかったのが嫌なところでしたね。これはどうしようかな。ここからちょっとこの置き方は嫌だけど、マリアも風作戦っていうのは珍しいな。さっきのマッチの中でも喋ったけれども、多分このパニックモードオンだと風作戦の速攻性っていうのが一番強いんじゃないかなと思うので、ちょっと要注意ですね。いつもの風作戦のマリアよりはより強いんじゃないかなと思う。レベル2攻撃だね。レベル2攻撃から3連鎖4連鎖、まずここで攻撃の一択だな。
で、ここはもうどんどん置いていくしかない。置いていけば一旦とりあえずほぐれる。で行って、ちょっとここは貯めるか。貯めてしまって1連鎖、2連鎖、これだけで相手のところに嫌いが落とせるので、それをだけで大きい。その後、これで1連鎖、2連鎖、ちょっとした連鎖ポイントを見つけるだけで結構いけちゃうからいいよね。攻撃して、で、これで1連鎖かな。これは何も起きないか。1、これも1連鎖かな。この後怖いね。この後の攻撃、あ、防御してきたか。防御チョイスか。ちょっと攻めるか。やだなー、やだなー。ちょっと怖くなってきたね、怖くなってきたね。これで消して、はい、ちょっと今対処療法だな。今対処療法してる感じだな。でも攻撃するよ、でも攻撃するよ。これでどう分かれるか分かんないよね。負けたか。あーくそー、いいとこまで行ったけどね、いいとこまで行ったんだけどね。うちが悪役かいな。ちょっと序盤が鈍かったよね。タワーを積んでからが連鎖が2か3ぐらいで止まっちゃったのが敗因だな。短期決戦だからやっぱり最初の方で連鎖を作れるかがポイントですね。しょうがない。まあ4回目の挑戦頑張りましょう。また見てくださいね。見てくれた全国の隊長にケレッ。